皆さんこんにちは。 Google Cloud 認定プロフェッショナルデータエンジニアトレーニングを紹介していきたいと思います。こちらの動画コースは Google Cloud 認定プロフェッショナルデータエンジニア試験に合格したい方向けのコースとなっております。約6時間の動画コースで試験に出題されるポイントに絞って解説をしております。プロフェッショナルデータエンジニア試験に品質の40以上のサービスをカバーしております。データレイク、データウェアハウス、ETL、BI ツールなど実際のデータ分析の流れに沿った構成となっております。また各章では問題の解説も用意しております。簡単に講師の紹介をさせていただきます。大手企業でエンタープライズ向けシステムの開発、クラウドアーキテクチャに携わった経験があります。本講座以外にも Udemy や YouTube でクラウドやプログラミングの解説動画を展開しております。 Google クラウド以外にも Microsoft Azure、AWS といったクラウドサービスの解説動画を Udemy で展開しております。最後に受講者の皆様の合格とさらなるスキルアップを心より願っております。ご清聴ありがとうございました。Google Cloud 認定プロフェッショナルデータエンジニアトレーニングということで YouTube 版で紹介していきたいと思います。 YouTube 版はプロフェッショナルデータエンジニアに出題されるサービスの概要を説明いたします。 Udemy 版では試験チップスや各種サービスの詳細説明、100問以上の問題解説を含めた約6時間のコースとなります。動画の概要欄にもリンクを貼っております。それでは本編に進んでいただければと思います。Google Cloud 認定プロフェッショナルデータエンジニア対策講座ということで、本講座はこちらのチャプターに沿って進めていきたいと思います。まずはじめに Google Cloud はということで、Google Cloud の概要について紹介していきたいと思います。Google Cloud は Google が提供するクラウドコンピューティングの一種です。Google Search Engine、Gmail、Google Drive、YouTube など、Google がエンドユーザー向けに提供している製品がございますけれども、これらのサービスと同等のインフラストラクチャー上で、Google Cloud のサービスも展開されております。Google はですね、AWS、Microsoft Azure に続いて、2008年にクラウドビジネスを開始して、2011年に一般利用が可能になりました。GCP、Google Cloud Platform は Google Cloud の一部であり、他にも Google Workspace、Enterprise 向け Android、および Chrome OS、API などが含まれます。Google のネットワークは世界最大規模と言われておりまして、大量のトラフィックを使う Web サービスを世界中に展開しています。また、Google には多くの優秀なエンジニアがおり、彼らが開発した技術がオープンソースとして公開されています。それらの技術をクラウドを介して使えることが Google クラウドをより魅力的で競争力のあるサービスにしています。現在 Google クラウドは AWS、Azure に次ぐクラウドシェアを占めております。Google クラウドはインフラストラクチャーアザーサービス、プラットフォームアザーサービス、サーバーレスサービスを提供しております。サービス内容は管理ツール、コンピューティング、データストレージ、データ分析、機械学習など、こちらの動画リリース時点で165種類以上に及びます。ここで紹介しているサービスはほんの一例になります。本講座では主にデータ分析基盤に関わるサービスを中心に紹介していきます。こちらは2021年のクラウド事業者の世界市場となりますけれども、AWS、Azure、Google クラウドがトップシェアという傾向は長年続いておりまして、今後も続くと予想されます。アプリケーション層に比べてインフラ層はプロダクトライフサイクルが長く、それほど頻繁に更新されないという傾向があるからです。AWS や Azure に比べて Google クラウドは価格戦略によって徐々に売り上げを伸ばしています。はい、クラウドとオンプレミスの比較表です。ユーザーのデータセンターに物理的に配置されるオンプレミスに比べて、クラウドサービスはインターネットを通じてシステムを提供するため、導入、運用、保守が容易というメリットがあります。また料金はサービスの利用料に応じた重量課金制であるため、利用者の負担が少ないというメリットもあります。クラウド化のメリットはコスト削減だけでなく、インフラ層の管理が簡素化されることもあります。最後にこちら参考となりますけれども、
すでに AWS や Azure を使っている方は、こちらの比較表が Google Cloud の理解につながると思います。例えばですね、仮想サーバーサービスである Compute Engine は、AWS の EC2 や Azure のバーチャルマシンに相当します。こちらの比較表は、Google Cloud の公式ドキュメントから入手することができます。はい、次に Google Cloud 認定試験とその準備について紹介していきたいと思います。この章では、Google Cloud 認定試験の概要、Google Cloud の導入、ハンズオン用のアカウントの作成について紹介していきたいと思います。まず、Google Cloud 認定試験の概要について紹介していきたいと思います。まず、学習のアプローチについて紹介していきます。人によって勉強の進め方は違うと思いますけども、こちらの講座では、各サービスをカテゴリーごとに沿って紹介し、それぞれの章で問題解説を行っていきます。プロフェッショナルレベルの試験を受ける方は、すでにアソシエートレベルの知識を持っている方がほとんどだと思いますけども、念のため各章の説明では基礎的な内容も触れていきます。各サービスを順番に学習してから問題演習をこなすというアプローチでも良いと思いますし、先に問題演習を行ってから各サービスの説明動画を参照するというアプローチでも良いかなというふうに思います。こちらはですね、次の各種サービスの紹介というメインチャプターで紹介する本コースの構成です。本講座では第1章から順番にサービスの説明、問題演習という順に進めていきたいと思います。次に Google Cloud 認定資格の概要です。本講座で紹介するプロフェッショナルデータエンジニアはプロフェッショナルレベルの認定資格になります。目安ですけども、クラウドの実務経験が3年、Google Cloud の実務経験が1年以上の方に適切なレベルの資格となっております。プロフェッショナルデータエンジニアは、7つあるプロフェッショナルレベルの認定資格の中でも、データ分析や機械学習に特化しています。他の認定資格では、ネットワークや仮想サーバーといった問題が出題されますけども、データエンジニアの試験では、後ほど紹介させていただくビッグクエリーや各種 AI サービスなどが中心に出題されます。すでにこちらのプロフェッショナルレベルの試験に臨まれる方は、ある程度 Google Cloud、もしくは AWS や Azure をはじめとしたクラウドのベースのある知識がある方が多いかなというふうに思います。もしまだクラウドの経験がないという方は、この講座とは別にアソシエートレベルの対策コースも出しているので、先にこちらを参照することを推奨いたします。参考に、こちらは2021年のアメリカのランキングになりますけれども、IT 系資格における年収を示しております。ご覧のように、Google Cloud のプロフェッショナル資格がトップに位置しております。現状、転職市場などでもデータ分析や機械学習エンジニアなどの求人数は大変多く、社会的に最も重要の高い資格と言えます。次にこちらは、プロフェッショナルデータエンジニアの認定試験ガイドとなります。下の方に試験概要を記載しております。時間は2時間、登録料は200ドル、言語は日本語でも受験が可能です。問題数は50問から60問で、形式は多指選択式となっております。昨今の傾向を見まして、オンラインでも受講することができます。前提条件は特にありませんので、プラクティショナーやアソシエートレベルを持っていなくても、いきなりプロフェッショナルから受講することができます。推奨条件は業務経験3年以上、Google Cloud のですね、使用した設計管理が1年以上、更新は2年間有効となっております。実際の公式ガイドラインの構成は4つのセクションに分かれており、データ処理システムの設計、データ処理システムの構築運用、機械学習モデルの運用、ソリューションの品質保証という構成になっております。今回の講座では、実際のデータ分析の流れに沿って、各サービスを順番に紹介していくという構成をとっていきます。こちらが本講座の構成となります。左から、データレイク、データウェアハウス、ETL、データ集約、データ活用、さらに、データ分析基盤に必要となるセキュリティや管理、データパイプライン、そしてデータベースについて、ジャンルごとに紹介していきたいと思います。
こちらは Google クラウド認定試験のサンプル問題となります。Google クラウドの認定試験は他の AWS、Azure といったクラウド事業者と同様、多子選択式となります。ABCD の4つ以上の選択肢から最適なものを1つ、ないしは2つ以上選ぶことになります。本講座では100問以上のサンプル問題を用意しております。最後に参考ですけども、 Google クラウド、AWS、Azure の試験形式について紹介します。 Google クラウドと AWS は試験形式は類似しております。一方、 Azure は一部の試験で前提条件、つまりプロフェッショナル試験の受験資格にアソシエイト試験に合格していることを条件としているものがございます。個人的な感想となりますけども、 Google クラウド認定試験は3大クラウドの中でも難易度、ラーニングパスともに比較的容易であるというふうに感じております。次に、Google クラウドの導入となる知識について紹介します。Google クラウドの設計思想は、Every Company is a Data Company という考え方に基づきます。Google クラウドは、地球上を一つの大きなネットワーク網で掲げ、インフラの設計、標準化、大規模分散処理を実現しております。Google としても業界でいち早く SSD を導入したり、電力収益の抑制といった環境活動などに取り組んでおります。Google クラウドを支えるのは、地球上最大と呼ばれる Google ネットワーク網です。日々、世界中のインターネットトラフィックの40%を運び、90拠点以上のインターネットの相互接続点、100拠点以上の POP により、世界中どこにいても低廉低震で Google クラウドのサービスが享受できます。 Google クラウドの重要な考え方として、リージョンとゾーンというものがございます。リージョンは、 Google クラウドがサービスを提供する地域を指して、各リージョンの中では往復のネットワーク遅延が5ミリ秒以下であるように設定されております。2023年現在、日本には東京リージョンと大阪リージョンが存在します。また、各リージョン内にはゾーンと呼ばれる論理的なデータセンターがあります。一般的に、サービスの冗長性を担保するために、リソースを複数のリージョンやゾーンにまたがって配置することが推奨されます。これをマルチリージョン、マルチジオンと呼んでおります。こちらは参考となりますけども、リソースの配置先によって、グローバルリソース、リージョンリソース、ゾーンリソースというふうに呼び方を変えております。また、リージョンに依存しないサービスをグローバルプロダクトと呼ぶ場合がございます。ちなみに、こちらの講座では、このように黄色で囲われたページは参考情報となります。必ずしも試験には出ませんけども、学習を進める上で必要なチップスと捉えていただければと思います。セキュリティの料金概要について紹介いたします。Google クラウドでは、 SSO に代表される認証、認可、データや通信の暗号化、DDoS 保護、また各種コンプライアンスなどのセキュリティサービスが展開されております。料金については、基本的に重量課金制となっております。使った分だけ課金されます。 Google クラウド環境へのアクセス方法は、主に GUI ベース、コマンドラインベース、そして API ベースの3種類がございます。いわゆるコンソールと呼ばれるブラウザーベースのアクセス方法では、特別なソフトをインストールすることなく、グラフィカルに Google クラウドにリソースを操作できます。コマンドラインといたしましては、 CLI とブラウザ上で使えるクラウド処理があります。はい、第3章、各種サービスについて紹介をしていきたいと思います。こちらのチャプターが本講座のメインとなります。昨今のデータ分析のトレンドとして、業務システムの高速化や CRM などのビジネスデータの多様化、バッチ、ストリーム、非構造化データなどデータ形式の多様化、また、データ分析手法自体も多様化しており、不確実かつ高速な時代の変化に、ますますデータ分析の需要が上がってきております。 Google クラウドでは、データレイク、データウェアハウス、ストリーミング処理、データパイプラインや ETL など、多くのデータ分析基盤に関するサービスを展開しております。こちら再掲となりますけども、こちらは公式ガイドラインの構成となっております。本講座では、実際のデータ分析の流れに沿って各種サービスを紹介していきたいと思います。こちらが本チャプターの構成となります。
データ分析の流れに沿って、各カテゴリーごとに Google クラウドのサービスを紹介していきたいと思います。まずはじめに、データ分析基盤で必要となるセキュリティや管理ツールについて紹介していきます。データ分析基盤で必要となるセキュリティはいくつかの要素があります。アカウントごとのアクセス制御を行う IAM、VPC 上での制御を使ってネットワーク制御を行ったり、また、いつ、誰が、どのサービスを使ったかという監視や監査ツール、そしてクラウド上のデータ保護などがございます。こちら、リソースマネージャー、IAM、オペレーションスイート、VPC、そしてデータエンクリプションに関しまして、各種サービスの詳細に関しましては、UDB 版にて紹介させていただきます。次に、データレイクについて紹介していきます。こちらの章では、データレイクとは、クラウドストレージ、データブロック、そしてビッグクエリについて紹介していきます。クラウドストレージ、データブロック、ビッグクエリのサービスの詳細は UDB 版にて紹介していきます。はい、次にデータレイクについて紹介をしていきたいと思います。こちらの章は、データレイクとは、クラウドストレージ、データブロック、またビッグクエリについて紹介していきたいと思います。まずはデータレイクとはということで、データレイクの概要について紹介していきます。はい、データレイクとは、こちら Google クラウドの定義によりますと、データレイクは大量の構造化データ、半構造化データ、非構造化データを保存、処理、保護するための一元化されたリポジトリを表します。この次の章で紹介する DWH に比べて、未加工のデータを収集して蓄積するためのリポジトリと解釈されております。データレイクの概念が生まれる前は、データマートとして保管されていましたけども、昨今、非構造化データが大量に増えたことによって、データレイクの需要が増えてきました。業界のデファクトスタンダードといたしましては、Apache Hadoop が使われております。Google クラウドでデータレイクを構築するメリットについて列挙しております。まずはインフラコストの最適化ということで、一般的なメリットですけども、ストレージをクラウド化することでインフラコストの最適化でできます。また重要な概念ですけども、ストレージとコンピューティングリソースを分離することによって、それぞれでスケーリングが可能となります。2つ目に、運用コストの削減ができます。こちらも同様に、クラウドストレージを使うことによって、インフラ層の管理や運用保守が不要になります。これから紹介するデータブロックというサービスを使うことによって、Hadoop Spark クラスターを構築して、やはりサーバーをクラウド化することによって調達が不要となります。また、エフェメラルクラスターという一時利用可能なクラスターを使うことによって常時稼働が不要となります。またデータブロックはマネージドサービスのため自動スケーリングをサポートしており手動での管理が不要になります。スケーラビリティとアジリティということで Hadoop Spark クラスターを迅速に起動させることができます。一般的なユースケースでは、1分や90秒程度で立ち上げが可能となります。またこれから紹介するフェアスケジューリングによってリソースを平準化させることができます。また、データ分析ツールとの連携ということで、他の Google クラウドのデータ分析ツールや BI ツールとの連携が容易となります。Hadoop について簡単に紹介させていただきます。Hadoop とは、大規模なデータ蓄積、分析を行うための分散ツールでして、オープンソースのミドルウェアとなります。Hadoop の分散基盤の概念となるファイルシステムや MapReduce も Google クラウドの論文が元になったという説もあります。Hadoop を構成するシステム、つまりエコシステムはこちらに記載されているようなシステムが含まれます。これまでに紹介させていただいた通り、Apache Hadoop は業界のデファクトスタンダードとして使われている分散処理基盤です。
基本的な構成としては、並列分散処理をするためのマップリデュース、クラスターと呼ばれるリソースを管理する YARN、 分散データベースである HBase、 分散ファイルシステムである HDFS があります。こちら中身の細かい構成までは問われることはありませんけども、 Hadoop、HBase などの用語は試験の問題文中にも現れますので、覚えていただいた方がよろしいかなというふうに思います。次に DWH、 データウェアハウスについて紹介していきます。こちらの章では、 Google クラウドの代表的なエンタープライズ向けのデータウェアハウスサービスである BigQuery を中心に紹介していきます。プロフェッショナルデータエンジニアの試験的にも最も多く出題されるサービスとなります。この章ではこちらの順番でデータウェアハウスについて紹介しておきます。 BigQuery のアーキテクチャ以下は Udemy 版にて紹介していきます。まず、Google クラウドの見解によりますと、データウェアハウスとは、複数のソースから構造化データ、および半構造化データの分析とレポート作成に使用される企業システムであるとあります。2000年代に要素技術の研究がされておりますけども、Google も分散ファイルシステムの分野で関わっております。BigQuery 時代は、2006年からドレメルとして、また2010年に汎用化されております。後ほど紹介しますけども、既存の SQL を使って分析操作が可能となっていることが特徴の一つとなっております。こちらはスケッチノートに記載されている BigQuery の概要です。 BigQuery はエンタープライズ向けのデータウェアハウスサービスであり、データの取り込み、保管、分析、また BI ツールなどと連携して結果の可視化をするなど幅広くカバーしております。またバッチやストリーミングなどのデータ形式にも対応しております。後ほど紹介する BigQuery ML、BI エンジン、コネクテッドシートなど、機械学習、ビジネスインテリジェンス、地理情報分析にも対応しております。BigQuery やバッチ、ストリーミング、また ETL ないしは ELT 処理されたデータ、クラウドストレージなど外部保存されたデータを取り込み、データ保管分析を行います。分析したデータはさらに外部の BI ツールに連携して結果を可視化していきます。データの暗号化、データ流出、 VPC によるアクセス保護などに対応しております。料金は基本的に重量課金制ですけども、オンデマンドの固定料金のプランがあります。また、バッチロードやエクスポートなど、一部操作にはコストがかかりません。非常に多くのユースケースで使われておりまして、試験的に最も多く出題されるサービスとなります。ビッグクエリの特徴としては、高い信頼性、多様なデータをサポート、柔軟な操作性があります。エンタープライズ向けのデータ分析基盤では何テラバイトを超えるレベルのデータを扱うことがありますけども、その際にスケーラビリティや可用性が求められます。ビッグクエリ内部にも機械学習やデータレイクなどの機能がありまして、それらをシームレスに使うことができます。またリアルタイム分析やストリーミング挿入にも対応しております。ビジネスインテリジェンスや自然言語インターフェース、標準 SQL、また、Google スプレッドシートと連携することも可能です。はい、次に ETL 処理に関するサービスについて紹介していきたいと思います。ETL は、エクストラクト、ロード、トランスフォームの略でして、それぞれデータ抽出、エクストラクト、データ書き込み、ロード、データ変換、トランスフォームを表します。ちなみに ETL と ELT では処理の順番が異なります。Google クラウドといたしましては、データプレップ、データプロック、データフュージョン、BigQuery が代表的な ETL サービスとなります。これまでの章で紹介させていただいた BigQuery では ELT が推奨されております。つまり、BigQuery の中にデータをロードしてから、BigQuery の中でトランスフォームをするという順番です。
ビッグクエリーは大規模なデータ変換が可能で、SQL を書くだけでデータの変換処理ができるので、中にデータを取り入れてからデータ変換をした方が効率が良いです。データブロックやデータフローがオーバーヘッドが発生するに対して、ビッグクエリーではオーバーヘッドが実質発生してないからです。次に、ビッグクエリーを用いた ETL の例について紹介します。プロフェッショナルデータエンジニアの試験には細かいコマンドが出題されることはありませんけれども、実際の処理の流れを見ていただいた方がイメージが把握しやすいと思います。こちらの処理では、Firebase で公開されているサンプルデータをクラウドストレージに保存して、ビッグクエリーにロードします。そしてビッグクエリー上で作業用のテーブルとユーザー情報テーブルを結合して、テーブル内にあるユーザーのうち、課金ユーザーと無課金ユーザーのそれぞれの数を算出します。元テーブルには課金、無課金が日で保管されていますけども、これをペットユーザーとアンペットユーザーに変換した後、集計していきます。こちらに SQL のイメージを記載しておりますけども、まずデータをビッグクエリー上で作業用テーブルを作成して、クラウドストレージ上に保存した Firebase の公開ユーザーデータをロードします。Firebase からクラウドストレージへのサンプルデータ取り込みは省略しておりますけども、gs:/一家がクラウドストレージのパスとなります。次に作業用テーブルとユーザー情報テーブルを結合算出していきます。ビッグクエリーでは SQL での処理が可能となっております。作業用テーブルとユーザー情報テーブルをインナージョインで結合して、課金ユーザーとそうでないユーザー、つまり無課金ユーザーをカウントイフでそれぞれ算出しています。最後に日付を指定して、セレクトで算出結果を表示しております。一口に ETL といっても処理の方法はいくつかありますけども、あくまで一つのサンプルとして見ていただければと思います。他にもデータの型、桁を変えるであったりとか、必要な量だけ抽出したり、加工するといったトランスフォームがあります。次にデータプレップについて紹介いたします。こちらはいわゆるデータクレンジングサービスでして、Google とトリファクタが共同開発したサービスとなっております。特徴といたしましては、当然サーバーレスでシンプルな構成であるということ、グラフィカルに比較的簡単にクレンジングができるということです。クレンジングの流れといたしましては、Google クラウド、ないしファイルアップロードなどから生データを取り込んで、クレンジングをして分析ツールに流していく、そういったイメージになります。でこちらのコースでは深く触れはしませんけども、実際の実務ではデータ分析や機械学習をやっていると、実際の実務で使われているデータは人為的に使われているものが多いので、結構汚いものが多いです。例えば欠損値といってデータに歯抜けがあったりとか、異常値があったり、もしくは型や桁が揃っていなかったりであったりとか、不必要な流動のデータが入っていたりするので、データクレンジングの需要があります。いろいろなユースケースはあるんですけども、例えば住所から都道府県や郵便番号だけを抜き出すとか、抜き出した郵便番号からハイフンを除去したり、揃えたり、そういったことができます。次にデータフローについても紹介します。データフローはサーバーレスなデータ処理サービスでして、バッチデータとストリーミングデータに対応しております。アパッチビームと連携してデータ処理パイプラインを作成して、データフローで管理やオペレーションを自動化します。こちらも特徴といたしましては、ストレージとコンピュートの分離によってそれぞれでスケーリングが可能となっております。でビッグクエリーを経由して SQL で処理をしたりとか、テンプレートを使って簡易的に開発をしたり、AI プラットフォームと連携することができます。料金体系は処理の秒単位課金となっています。こちらはデータ集約の章で紹介させていただくパブサブと連携でも改めて紹介させていただければと思います。はい、こちらにデータブロック、データフロー、ビッグクエリーの ETL の処理の対比について紹介しております。
まず、データブロックは、Apache Hadoop、ないし Spark が、ベースになっているので、こちらの操作に慣れている場合は、データブロックを使用した ETL を使うことが推奨されます。データフローは、ストリーミングデータとバッチ処理に対応していて、SQL で表現できない処理など、ビッグクエリは SQL で完結できるようなデータ処理でのユースケースが想定されます。言語フレームワークといたしましては、データブロックは Apache Spark Hadoop、データフローは Apache Beam、ないしは SQL、ビッグクエリは SQL となります。データソースといたしましては、データブロックとデータフローは Google クラウド、オンプレミス、その他クラウドなど幅広く対応しておりまして、ビッグクエリに関しましては、内部ストレージ、もしくは外部テーブルとなります。ストリーミングデータの処理に関しましては、データブロックとデータフローはストリーミング中でも分析が可能となっております。最後に対応しているデータ形式といたしましては、データブロックとデータフロア、こちらに関しましては、あらゆるデータに対応しております。はい、最後に Apache Beam について紹介します。Apache Beam はデータ処理に特化したプログラミングモデルでして、バッチとストリーミングを同じ記述方法で表現することができます。構成要素といたしましては、パイプライン、つまりデータの処理の流れがあって、ランナーという実行環境で実行されています。Apache Spark、Hadoop、MapReduce、Apache Flink、データフローが含まれます。Apache Beam で記述したデータ処理のジョブが様々なビッグデータ処理基盤で動作させることができます。ビルトイン IO、つまり様々なデータソースからデータを読み取ることができ、Google クラウドのクラウドストレージ、ビッグクエリ、パブサブなどに対応しております。それ以外にも、Kafka、Amazon Kinesis、SQS、Cassandra、JDBC、こういったものにも対応しております。次にデータアグリゲーション、つまりデータ集約について紹介していきます。まずはビッグクエリへのデータ集約について紹介します。データウェアハウスの章で紹介した部分と重複しますが、ビッグクエリーの特徴といたしましては、大規模データに対しても高速にクエリーを実行できるということ、統計集計関数やウィンドウ関数など分析用の関数が揃っているということ、 UDF、 つまりユーザー定義関数を用いることで ELT の分散処理エンジンとしてデータ変換ができることなどがあります。ビッグクエリーはローカルや外部ストレージなどからデータを読み込み、ビッグクエリの中の集計関数でデータを加工、抽出して、機械学習や BI ツールなどに吐き出すことができます。データ集約という観点でいうと、多くのデータ形式、ないしデータソースに対応しております。ビッグクエリ DTS について紹介します。こちらを使ってビッグクエリに対してデータ転送を行うことができます。YouTube や Google アドバタイズメント、クラウドストレージなど Google サービスだけでなく、外部ストレージからもデータ転送が可能となります。制約事項といたしましては、ロケーションをまたいだデータセットに関してはジョインができないということ、異なるプラットフォームではコストがかかるということ、また事前にデータを処理することができないということがあります。ビッグクエリへのデータ取り込み方法について表でまとめております。左からバルクロード、ストリーミング挿入、フェデレーションがあります。バルクロードは比較的大量のファイルを一括で取り込む方法です。主にバッチ処理で使われております。こちらは料金は無料となります。ストリーミング挿入はリアルタイムデータを取り込む方法です。クラウドパブサブを介して連携する方法が品質されております。一番右のフェデレーションに関しましては、外部テーブルを使用して取り込む方法で、 OLTP やデータレイクへのクエリに使われます。こちら余談となりますけども、Google クラウドの試験問題は英語の問題文を日本語に機械翻訳しているので、ストリーミング挿入がストリーミングインサートというふうに表示されることが多々あります。次にリアルタイムのデータの取り込みについて紹介します。こちら PubSub とデータフローの連携は試験的にも非常に多く出題されますので、しっかり押さえていただければと思います。データ取り込みには一般的に秒単位から分単位のリアルタイム、時間単位から非単位のバッチがあります。
わかりやすい例で言うと、YouTube のような動画コンテンツはリアルタイムでストリーミング再生されております。バッジ送信の例は、24時間に1回店舗の売上データを本社に送るといったユースケースがあります。当然、リアルタイム取り込みの方がデータが止めどなく流れ込んでいくため、高いスケラビリティや可用性などが求められています。リアルタイム分析に必要な要素といたしましては、発生するデータを安定的に収集するということ、収集したデータを一定の時間間隔で区切り、整形、集計、保存などリアルタイムに処理するということ、処理されたデータをリアルタイムに蓄積して分析するということ、ワークロードの突発的な負荷変動に対応するということなどが挙げられます。リアルタイム分析に関する Google クラウドのサービスといたしましては、収集、メッセージングなどを行うパブサブがあります。こちらは大量のデータをスケーラブに受け取り、非同期的に後続の処理系に配信するメッセージングキューイングサービスとなります。また、ストリーミング処理を行うデータフローがあります。こちらは、Java や Python で実装された処理をスケーラブに分散実行したり、リアルタイムにデータ処理をするパイプラインを構築します。またここでもビッグクエリーが登場しますが、ストリーミングデータを取り込んで、リアルタイムに蓄積や分析を行います。次に、データユーティリゼーション、データ活用について紹介していきます。この章では、ビジネスインテリジェンス、地理情報分析、AI、機械学習について紹介します。機械学習、深層学習の理論に関しては、Udemy 版で解説しております。まずは、ビジネスインテリジェンスについて紹介していきます。まず、BI、ビジネスインテリジェンスとは、企業活動における意思決定をデータに基づいて行うことを指します。経験や勘にとらわれないで、データ分析を用いて、客観的な意思決定を行うことが昨今重要であると考えられています。いわゆるデータドリブンという考え方につながっていきます。これまで紹介させていただいたデータウェアハウスやデータレイクなど、保管されるデータを可視化することによって、経営層でもデータ傾向が見える形にします。BI ツールに求められる要素といたしましては、大量データを処理できること、可視化、分析など操作が容易であること、ダッシュボード、レポーティング機能、またデータ管理におけるセキュリティやデータガバナンスもあります。Google クラウドで活用できる代表的な BI ツールといたしましては、Google スプレッドシート、コネクテッドシート、Looker Studio、Looker などがあります。Google クラウドが提供する BI ツールについて、対比表で確認していきます。コネクテッドシートは、スプレッドシートという汎用的なインターフェースが使えるというのが最大のメリットです。一方で、スプレッドシート以上のことはできないので、高度にビジュアライズされたレポートなどは作れません。比較的小さな規模の組織、非エンジニアの向けのユースケースで、基幹システムのような大規模な場面での使用には向きません。Looker Studio は、ツール自体のコストが無料であるということがメリットがあります。一方で、データガバナンスとしての機能がないので、組織が大きくなるとデータ不整合やアクセス管理が煩雑になります。こちらも小さな組織に向いております。Looker は SQL のようなデータガバナンスが効くことが最大の強みで、これらにより大規模な組織でのデータ活用に耐える設計ができます。次に、地理情報分析について紹介いたします。ここでは、ビッグクエリー GIS について紹介します。昨今、IoT、自動車の車載機、コロナウイルスなどの感染症の人流分析など、地理情報の分析ニーズは高まっています。また、Google としても、かねてから Google Earth、Google マップなど、地理情報サービスの提供を行ってきたので、この分野に強みを持っております。地理情報というのは、点、線、ポリゴン、区画があります。これらは、緯度、経度という二元情報にメタデータを付加したものとなります。Google における地理情報サービスは、まず、ビッグクエリー GIS があります。これは、ビッグクエリーに搭載されている地理情報システムです。ビッグクエリーゲオビズを使うことによって、Google マップにデータをマッピングして可視化することができます。また、Looker Studio、Google Earth Engine、Jupyter ノートブックでも地理データを可視化することができます。
ビッグクエリー GIS のサービスイメージを載せております。こちらはニューヨークのマンハッタン周辺のシティバイクサービスの公開データをビッグクエリーに取り込んで、30台以上バイクが置かれている駐輪場とその駐輪場の緯度経度情報をクエリ抽出して地図上にマッピングするという事例です。次に機械学習について紹介します。最近のプロフェッショナルデータエンジニアの試験問題の傾向として、機械学習のモデルや評価など計算理論についても多く出題されております。機械学習とは人工知能の一分野であり、既存データを用いて学習させる教師あり学習や教師なし学習、教科学習などの分野がございます。機械学習の流れです。まず対象となるデータをテストデータと訓練データに分割します。テストデータはモデル検証のため、訓練データはモデル構築のため、それぞれ用いられます。テストデータと訓練データの割合は 20% 対 80%、 もしくは 25% 対 70% にすることが多いです。次に機械学習アルゴリズムを選択し、訓練データを用いてモデルを学習させます。そしてテストデータを用いてモデルの検証を行います。この時使用したモデルが適切か、学習不足や過学習が発生していないかといった評価を行います。実際の実務で正しいデータモデルを選んだり評価するのは、かなり専門的な知識や細かいチューニングが要求されます。そこで Google クラウドでは AutoML で自動的にモデル選択を行う仕組みも存在します。 Google クラウドにおける AI ツールについて紹介します。こちらは AI 機械学習のサービスのディシジョンツリーですが、一番左に列挙されているツール群がパッケージ化されたサービス、その次のグループがトレーニング済みのサービス群、つまりユーザー側でトレーニングする必要がなく、あるデータを与えると示唆が与えられるようなサービスとなります。機械学習を用いた開発環境といたしましては、 Vertex AI、 AutoML、 BigQuery ML があります。データウェアハウスの章でも紹介させていただいた通り、 BigQuery は SQL での分析が可能となります。AutoML を用いた Vertex AI はモデルの選択を自動化しています。 Vertex AI は Google クラウドで機械学習ワークロードを構築するためのツールを統合したサービスとなります。トレーニング用データの管理、モデルのトレーニング、モデルのデプロイを一気通貫して行うことができます。モデルの作成の際はユーザー側でカスタムでモデルを作成もできますし、 AutoML を使って自動化することもできます。AutoML は機械学習の反復的な学習を自動化する仕組みです。先ほど機械学習の理論で紹介させていただいたデータの取り込み、モデルの構築、反映、およびチューニングを自動で行います。機械学習では適切なモデルを選択するには専門的な知識が必要であり、AutoML を使うことによって非エンジニアでも気軽に扱うことができます。最後にその他 AI サービスです。上からクラウドビジョン API、スピーチトゥーテキスト、テキストトゥースピーチ、クラウドナチュラルランゲージ API、クラウドトランスレーション API、クラウドビデオインテリジェンス API があります。こちらのサービスは名前と記載されているような簡単な説明だけ覚えていただければ十分です。次にデータパイプラインについて紹介します。ここではこれまで紹介させていただいたデータの分析の一連のワークロードを管理するサービスを紹介します。Google クラウドのデータ分析基盤でワークフローを管理する代表的なツールとしては、クラウドコンポーザーとデータフュージョンがあります。クラウドコンポーザーは Apache Airflow というデータ分析基盤のワークフロー管理ツールを Google クラウド上で使えるサービスです。クラウドデータフュージョンはグラフィカルなデータ統合ツールとなります。コンポーザーとデータフュージョンの違いについて対比表で紹介させていただきます。クラウドコンポーザーはプログラムによる制御、データフュージョンは GUI による制御というのが大きな違いです。対象ユーザーはクラウドコンポーザーはエンジニア向け、データフュージョンはグラフィカルな UI で非エンジニアでも比較的簡単に操作が可能です。ETL 処理に関しては、クラウドコンポーザーは各ノードで ETL ジョブを用いることを想定しております。
クラウドコンポーザーは DAG を用いてジョブの依存関係を管理でき、一方でデータフュージョンで作成したパイプラインは独立しております。もしデータフュージョンで複数のジョブを実現したい場合は、クラウドコンポーザーと併用してデータフュージョンで作成したパイプライン同士をコンポーザーで制御するといった使い方になります。はい、最後にデータベースについて紹介していきます。ここでは SQL や NoSQL など一般的なデータベースサービスについて紹介していきます。まず、データベースの種類について紹介いたします。従来型のテーブル形式のデータベースは RDB、リレーショナルデータベースと呼ばれておりまして、一般的には Oracle や MySQL などが知られております。比較的新しいタイプのデータ形式をノンリレーショナル、ないし NoSQL などと呼びます。NoSQL には、キーバリュー、ドキュメント、グラフ型などのサービスが存在しております。ここで Google Cloud で提供している代表的なサービスを紹介します。リレーショナルデータベースといたしましては、Cloud SQL、Cloud Spanner、Bare Metal Solution がありまして、NoSQL としては、ドキュメント型の Firestore、キーバリュー型の BigTable があります。また、高速の処理を得意とする eMemory 型のデータベースとして、Memory Store があります。Google Cloud の試験では、問題文のユースケースに対して、正しいデータベースサービスを選択させる問題がかなりよく出題されます。まずは問題文で問われている内容から、リレーショナルなのか、非リレーショナルなのかを区分けすることが重要です。はい、こちら Google Cloud のデータベースの概要です。上から Cloud SQL。こちらが最も一般的なリレーショナルデータベースサービスでして、従来型のトランザクション処理を得意といたします。Cloud Spanner はグローバルでの処理分散機能を持ちまして、比較的大規模なデータベースを構築します。Node SQL で列指向型データベースの BigTable は低レンテンシーで高スループットの処理を実現します。ファイナンスや IoT 読み書きの多い分析データで用いられております。ドキュメント型データベースの Firestore は、Web やモバイルアプリのバックエンドとして使われることが多いです。Firebase リアルタイムデータベースは、リアルタイム同期を得意としておりまして、クライアントデバイスと併用して使われます。インメモリーデータベースのメモリーストアは、Redis や Memcached をサポートしておりまして、セッションデータなどの高速な処理を得意としております。また、こちらの講座で繰り返し紹介させていただいているデータウェアハウスサービスのビッグクエリ、そしてベアメタルソリューションなどが代表的なデータベースサービスとなります。はい、第4章サマリー。最後にまとめといたしまして、Google Cloud の学習リソース、試験問題のポイントなどについて紹介していきます。はい、まず Google Cloud のトップページを開いていただきます。画面上部にありますソリューションにカーソルを合わせますと、業界別のソリューションを閲覧することができます。はい、次にプロダクトにカーソルを合わせますと、Google Cloud が提供する各種サービスを見ることができます。ここからドキュメントなどのリソースを見ることができます。例えば、コンピュートエンジンをクリックします。そうすると、このように、主な機能、導入事例、最新情報、ドキュメント、ユースケースなどがご覧いただけます。ドキュメントをクリックすると、詳細なドキュメントを確認することができます。また、トレーニングとチュートリアルをクリックいたしますと、実際のコンソールページからハンズオン用のチュートリアルがご覧いただけます。こちらがコンピュートエンジンで Linux の仮想マシンを作成するというハンズオンのサンプルです。このようにメニューバーからコンソールを操作するためのヒントが表示されます。Google Cloud チートシートのリンクに飛びますと、このようにビジュアライズされたページから各種サービスのドキュメントを見ることもできます。はい、こちら冒頭でもお伝えさせていただきましたけれども、Google Cloud では AWS、Azure、Google Cloud のサービスの比較表が掲載されております。すでに AWS や Azure に触れたことがある人は、こちらを見ていただくと、Google Cloud のキャッチアップがしやすくなるかなというふうに思います。
はい。また個人的に学習リソースといたしまして、スケッチノートをお勧めしております。スケッチノートは各サービスの概要を1枚のページで簡単に紹介したものです。こちらの講座内でも紹介したものがいくつかあります。そのサービスがどのようなものなのかっていうのを1枚の絵で簡単に知ることができますので、試験前などに非常に有用かなというふうに思います。はい。次に、料金のタブから、料金計算ツールのページに飛ぶことができます。こちら、料金計算ツールでは、サービスを選択し、パラメータを入力することによって、見積もり結果を得ることができます。見積もり結果には、ディスカウントも反映されております。見積もり結果はエクスポートして、外部で共有することもできます。はい。そうしましたら、これで全ての講座を終了したいと思います。皆様の合格とさらなるスキルアップを心より願っております。長い間ご清聴ありがとうございました。はい、そうしましたら、これで全ての講座を終了したいと思います。皆様の合格とさらなるスキルアップを心より願っております。長い間ご清聴ありがとうございました。